ライターの鶴原博隆です。今回はテーラーメイドの2022年モデルステルス HD ドライバーを少し詳しく紹介していこうと思います。新しいステルスシリーズはドライバーが3モデルあります。でその中で一番弾を捕まえやすく設計してあるのがこちらのステルス HD ドライバー。 HD はハイドローの頭文字です。捕まるだけじゃなくて少しこう弾を上がりやすく設計してあるのがこちらのモデルです。まあ、こういったモデルだと大抵このヒール下あたりにウェイトがついていたりするんですけれど、この HD のモデルには見当たりません。けれどよくよく見るとこのイナーシャジェネレーターというこのあたりがスタンダードなモデルと設計が実は変えられています。でヒール寄りになっているのでフェースターンをさせやすいというようなモデルになってます。もちろん最大の特徴であるカーボンフェースが使われています。で構えてみると弾捕まるからって言ってフックフェースにもなってないし、まあ、すごいこうアップライト感があるわけでもないので非常に構えやすくなおかつこう右に飛ばしづらい、まあ、そんな性能を体感できるというようなドライバーにはなっています。あとシャフトの話もしておくと今回標準で装着されているのが、天性のレッドというモデルです。フレックス S で40から43ぐらいの人がターゲットになるシャフトだと思うんですけれど、特性で言うと僕が振ると少しこう手元中間ぐらいはちょっと固めに感じます。で中から先が少しこうしなり戻ってくるような感じもあるのでどちらかというと弾を捕まえやすく上げやすくしてくれるようなタイプのシャフトだと思います。そしてスタンダードなモデルとこの HD モデルを打ち比べるとやはり全然左に HD の方が飛ばしやすいです。なので普段右に飛ばしやすい人もしくは、スタンダードなステルスドライバーを打って、まあ、ちょっと右に出てしまう人、まあ、そういった人がこの HD を打つとまっすぐ飛ばしやすいというような特徴になっています。で前のシリーズで、SIM2MAX-D というモデルがありました。その後継モデルになるので性能的にはとてもよく似ています。捕まり性能だけじゃなくて捕まえつつ球筋を操作したいという人にもこの HD はひょっとするといいかもしれないです。ステルス HD ドライバーは、球が捕まるっていうだけじゃなくて、まあ、H っていうだけあってかなり高く上げやすいのも特徴になっています。なので最近の低スピンドライバーで球上がんないなって思ってる人にも一度打ってみてほしいモデルです。